藤枝純新中学校、高等学校は、静岡県藤枝市にある私立女子中学校、高等学校。高校は、志田ハイバラ地区で唯一の女子校として、創立110年を迎える伝統校である。霊法教育には定評があり、たくましくしなやかな女子生徒を育てている。また、本校は、藤枝駅前に校舎を有している。 八階建ての校舎からは藤枝市内が一望できる。教学校の藤枝明星中学校、高等学校とは学校法人が同じ藤枝学園であり姉妹校である。1995年創部。高い技術と豊富な運動量に裏打ちされたポゼッションサッカーを標榜する部員数60名。下部組織のジュニアユースから0年後から10名程度入部するほか、 両生活を送りながらサッカーに打ち込む県外出身者も多い。チームスローガンは挑戦無をつかめ、選手としての将来を見据え、部活動全般において部員間の自主性に委ねた指導を行っている。これまでにサッカー日本女子代表をはじめ、年代別日本女子代表選手を多数輩出。獲得した全国タイトルは計6回である。 高校サッカー部を頂点として、中学1から3年女子のジュニアユース、小学1から6年女子のジュニア、5歳児小学6年女子のスクールを要する。ジュニアユースは、藤枝純新中学校の部活動ではなく広域のクラブチームとして発足。近年着実に力を伸ばし、第18回全日本女子ユースサッカー選手権大会決勝では、JFA アカデミー福島を、 PK 戦の末に下して初の全国制覇を遂げた。ありがとうございます。